海美順教制地海美遊城は大韓民国中世南道瑞山市海美面にある朝鮮王朝時代の城、韓国の史跡116号に指定されている。朝鮮王朝時代に建築された友城の中では城壁などの構造がよく保存されている。韓国に現存する城の遺構の多くが山城である。中で平地に作られた城が残されているのは珍しい。 王朝時代には3000名余りのカトリック信者が処刑されており、殉教の聖地の一つとみなされている。随山市では毎年10月に海日友情歴史体験祭りを開催している。海日友情は朝鮮王朝初期に建設された城で1417年に築城が開始され、1421年に完成した。 元々は海身内久市場と言い,い、和光の出没に対応するための軍事的目的で建築された城である。中西道平和節土市がこの城に駐屯したのも、そのためである。15世紀後半の清楚代軍事制度は、鎮艦体制に改変されたが、この城は、中西道地域の主要を軍事拠点として、役割を引き続き果たした。この城に駐在した軍艦の中に、 李春神がいる。李春神は1578年に平衛の軍艦として赴任し、10ヶ月間務めた。1651年、平和節度市は清州に移転した。代わって海美県の役所が移転し、海美友情と呼ばれるようになった。この城は湖西左衛として地方行政の中心としての役割を果たすようになる。 近代に入っても引き続き行政官庁が置かれて、いたが、日本統治時代の1914年に行われた、軍の統廃合によって、海便軍は随山軍に統合された。以後には、木内は市街化し、面事務所、諸島学校、民家などが建てられるようになった。1963年、出席指定される。1970年代から復元工事が始まり、 城内に建てられていた建築物を撤去して、かつての東県、各社、内賀などを復元した。城の全体の形は、概ね楕円形である。ありがとうございます。